混沌の時代、真言道が玄界より誕生し、やがて栄えた。だが光が影を生むように、影もまた悪を生んだ。我は悪人を退け、万物に加護を与える。そして今、悪人が再び姿を現し、そなたは一族を裏切った。申すがよい、悪人はいずこにおる。俺からすれば、あなたこそ悪人だ。なんと強情な。しばらく見ぬうちに、ずいぶんと偉くなった。放たれこそ。悪人、姿を見せおったな。私を悪人と呼ぶか。お前たちに事の葉を授けたのは私だ。悪人言霊、あやかをせい。ルン上昇せい。愚か者め、バギムイエシェイズ。死の苦しみはことの葉より生まれる。ことだはよ、そなたも限界の闇に飲まれる。すんを味わうがよい。不正我がついに悪人を倒したの。我こそがこの真言道の唯一神である。これは一体。今度は私の番。おっせい。事の葉に罪はなく、善悪は心より生まれる。食べるかい？いらん。そっか。あ、だからって食うやつがあるか。助けてやったのは私だぞ。どうぞ。とっくに冷めてるぞ。じゃあ返して。いや。これから述べるのは、事の葉を礎とした世界の物語。昔々、最初の命が玄界から陸に上がった。そのものは玄界より賜りし、真言の神秘を広め、大陸で真言道を築き上げた。そして真言の神秘を守るため、天にも届く塔を築いた。しかし塔が落成する直前、悪人が全てを台無しにしてしまった。悪人は人々の前で塔を落とし、天津さえ真言の神秘を盗んでしまった。その危機、唯一神一言主が立ち上がり、悪人を退けた。悪人は一言主の力にひれ伏し逃げ去った。こうして一言主の導きにより、真言道は安らぎを取り戻し、日に日に栄えていった。もしそなたが不運にもかの悪人と出会ってしまったなら、油断することなかれ。その悪人の名は、言霊である。
とえ事実でもほんの少し脚色して軽くねじ曲げればそれが真実となるのだよ。愉快愉快ことだな。そなたも不思議に思うだろう。なぜ我を殺しても殺しても何度も何度も蘇るのかと。それはな、一度たりとも真の意味で我を倒していないからだ。今日こそはそなたらをひねりつぶし限界に投げ込んでやろう。
月日移る